皆さんこんにちは。今回は、海外の人気キャラトップ10です。今回はアタッカーを、サポーターをって感じで紹介していく。それでは、見ていきましょう。参考になったら高評価チャンネル登録よろしくね。まず、面白みがあまりなくなるので、低運不言ブローニャは殿堂入り扱いで、今回からは除外します。不言は、HP と率バフを巻きながら、敵がインフレすればするほど、安定性で他の生存補助に差をつけます。低運は単体への長時間の攻撃バフ、そしてダメバフと EP をバフできます。ブローニャは強大なダメバフと、仲間の追加行動触発。その対象はデバフも1個解除されます。困ったら、ブローニャ低運不言の3名とアタッカー入れればほぼゲームクリアです。コングラチュレーションおめでとう。ざっくり説明したので、TOP を見ていきましょう。やっぱり渓流も先に追加しておく。壊滅氷アタッカーで、現在最強クラスのキャラ。とにかく火力も高いし、範囲火力も高い。ということで、以上4名を除外して説明。ってことでサポーターから、5位はリンクス。リンクスは単体限定にはなるがあらかじめ。2突していれば、デバフへの確定抵抗を付与。間突してれば効果抵抗も一応配れるね。必殺技は全体のデバフ解除で。全体に対して、行動制限とかされた時に耐えることもできるね。ちなみにスキルの対象が壊滅か損後だとヘイトを押し付けるから。ストーリーの過保護はやめてほしい系女子のリンクスだけど。ジェパードに重っきし、ヘイトを押し付けるっていうツンデレ性能。まあ、今のご時世は生存補助は1枠なのが多いけどな。続いて、フォフォ。スキルは拡散形式の回復で。無凸だと基本は SP はプラマイ0。一応うまくやれば供給できる場合もあるが、格上相手だとプラマイ0が無難。必殺技のターンも考えると、スキル通常交互がおすすめ。EP 回復と全体攻撃バフができて、調和の能力も強めだね。火力面に関しては、今のところ限定調和で一番伸ばしやすい感じだね。細かい部分は SP1 でブローニャを起動できたりできなかったりがあるから。一応ある程度はケースバイケースなのは注意かも。ストーリーだとカンアの方が優秀そうだけど、尻尾の偉大さがわかる性能だね。そして3位、羅刹。羅刹は、SP 供給力が高い宝条だね。必殺技の全体バフ解除も、アルジェンティで活躍可能だね。最近は特に脅威ではないけど、ラフの復活解除とかでも役立ってたね。薬王秘伝のリジェネ解除は弱点一致もあるし役立つよね。まあ、今回は関係ないけどね。復刻が丁寧に羅刹と軽減が飛ばされたから。羅刹の復刻は近い将来来そうだよね。そして2位、銀狼。今回は上が量子接待だったので、銀狼入れると、好きな属性の埋め込みも超やりやすいね。他にも防御ダウンや各種デバフで、特に単体に対して強いね。基本は渓流やゼーレと合わせて使ってる人が多そう。今回は、量子組は編成単位で人気だったよね。ちょうど復刻にふさわしい弱点設定だったね。次回はルアンレイシオ接待っぽいけど、風と雷の弱点も多そうだね。そもそも次回からは11と12が来るから、銀狼の弱点埋め込みの対応力に期待したい。さすがにレイシオがキックアップなので敵の数が少ないフロアありそう。そういう時こそ銀狼使って、思いのままの弱点入れて攻めたいね。そして1位はペラでした。まあ、渓流がトップに君臨しているということは、そういうことだよ。渓流の火力はペラ一人いるだけでほとんど完成するもんね。モチーフ渓流だと防御ダウンと虫の重ねがけが素晴らしい。とはいえ、それを除いても後半のペラは今回やばかった。炎ゴーレム2体にも特攻で、その後のアルジェンティまで弱点一致。渓流関係なしにもペラ単体でやばかったね。ペラは単体でも優秀なサポートなので、低運の方が注目はされてるがペラも育てることがおすすめ。ルアン名医と火花実装は決まってるから、敵の耐性を下げる正統派虚無が貴重になってしまった印象。銀狼の次の虚無はいつ来るんだろうね。ではアタッカー。5位は隠月。今回はほとんど条件不一致とはいえ、5位です。SP を大量に消費する系で、使うにはある程度セットアップをするか、最初から SP を供給しまくれる低運とペラと組むのが無難な候補。次回では虚数弱点はさすがに確定だろうから上位に期待したいね。一応ショーみたいに季節キャラっぽいから、復刻周期は毎回実装時期周辺になるんだろうか。続いて、カフカ。復刻前に4位となりました。カフカは今回は前半の2ウェーブ目の魔女以外は特攻なので、比較的ほとんど弱点をつけていると言えるでしょう。全体をぶん殴れるから、複数戦だと相性がいいね。門番のペット召喚も対応がしやすいキャラだね。攻撃力さえあれば機能できるから、育成コスパも高め。ルアン名医で属性貫通や弱点撃破効率などにも期待。あとは 2.0 のブラックスワンにも期待されているキャラだね。さらに、虚構でも適性は高いだろうし。次の模擬宇宙のテーマは機械みたいだから、雷が機械に強いことも期待したい。ある程度、パーティーメンバーが近い将来で更新されそうで。なんなら 1.5 でもフォフォで更新されたので、しばらくパーティーメンバーが忙しい編成になりそうだね。ただ、どうなっても雷弱点環境では強く出られるね。そして3位。クラーラ。さすがに物理的性だとクラーラが高いか。安定性が高く、ブローニャへの依存度が低いのは利点かな。行動が遅いというか、遅くするから SP もあまり苦労しづらい印象だね。もちろん、足遅い供給スタイルでも使うことができる。速度調整は必要だけど、貫突玉を使いこなせる希少なアタッカーでもあるので、意外と調和の取り合いとかしづらいのも長所かなと思う。まあ、使えるなら必殺技の都合で低運回したい人いそう。あえて叫ぶことにより、敵に自分を殴らせて、スバローグへのヘイトを稼ぐという作詞である。あのヘイトアップって、よく考えるとクラーラに問題ありそうなの感じるよね。弱そうな女の子いたら真っ先に殴りたくなるよな。ご平運でそう。そしてジンが2位。壁としても優秀で、サブアタッカーとしても優秀。今回だと、重装の前半で適性高いね。門番の懲罰カウンターも必殺技くらいなので溜めづらいのも利点でしょうか。ぶたれるほど強くなる。自傷はしてしまうが、その分自身の耐久性が高いのはやっぱり便利。一応羅刹や不言、フォフォなしで運用する場合は、自傷の都合で事故率は上がってしまうけど、それでも、変に集中放火されても比較的事故はしづらいかな。ジンの長所はサブアタッカーもしやすいことにあると思うので、ダブルバフができるルアンメイの実装には期待が高まるね。そして1位は定番のゼイレ。まあ、渓流以外は割と環境でちらほら変わるイメージ。今回は渓流とは完全に別側で量子適性だったので、ゼイレが四天王を除くと1位。単体効果力だけでなく、再現で敵を倒した後再行動も可能。遵守なのに複数戦にも対応しやすいギミックだね。ルアン名医も良さそうだけど、ゼイレの大本命は花火実装、楽しみ。編成はバージョンを追うごとに高級にはなってきているけど、初期キャラでしかもアタッカーなのに、バージョン終わりまで使われているのは優秀だね。今後はどうなるんだろうね。レイシオあたりから今後どんどん同じ属性のアタッカーが増えるから、バージョン1組のアタッカーが今後どうなるかは注目したい。ブラックスワンと花火の実装はあえてアタッカーから外したんだろうね。ということで今回は四天王を除いたトップ5でした。いかがだったでしょうか。変動としては、量子と風が上がった感じっぽいかな。カンアやアルジェンティは低めの水準となってるね。こちらは、使用数で全体からの数で算出だから仕方ないかな。1.6 ではいよいよ裏庭の11と12の開幕が控えているね。そして、新コンテンツ虚構も控えている。裏庭は4週間周期にペースダウンするから、祝福も更新されないということで、悪く言えば、石入手機会が減った。なんなら虚構をクリアできないと最終的な石の量は減る。一方で、対策期間が4週間に拡張されたわけなので、次の裏庭からは、裏庭に対してはだいぶ猶予ができることになるので、ぜひ、勝てなくても諦めずに挑戦してほしいです。ということで終わり。ルアン名医実装楽しみですね。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。